はい、皆さん毎度毎度。はい、このジンバルのね、あのトリガースイッチが壊れたんだよね。バネが外れたみたいにね、押しても押した感覚がないんだよね。で無理に押してるとなんだかね、誤作動を起こすんだよね。それでもってメーカーに、まあ、連絡入れたらメーカーの方からね、シリアル番号とね、買った証明書みたいのを送れと。で送ったらね、並行輸入品というの、正規輸入品じゃないから修理できないと、買ったところにね、お問い合わせくださいって書いてあるんだけども、買ったところもね、なんか書いてあったんだよね。で買ったところを多分出すと、多分海外に発送して海外で修理して戻ってくるっていうの、数ヶ月かかんじゃねえのやる気ねえだろうから。それで買ったところもなんかさ、書いてあったんだよね、メーカーに問い合わせてくれと、うちは関係ねえと。だからもうめんどくさい、もう自分で、ね、やれるとこまでやる。でバラした感じね、プッシュスイッチが壊れてるね。この時点じゃね、プッシュスイッチがどう壊れてるのかちょっとわかんないけど、とにかくもうプッシュスイッチが出てこないっつうの。普通プッシュスイッチってのは押せばさ、元に復帰するんじゃない。それが復帰しないんだよね。押したら押しっぱなしの状態で、まあ、止まっちゃってるって感じ。そんでね、このプッシュスイッチっていうかね、このトリガーがなくても別にね、使えるんだよ。そんでもって、まあ、最悪この基板取っても大丈夫みたいなんだよね。よく見て、調べてたら。ただ一番こういうのね、やってて怖いのはね、電源入れたまんまやってね、結構ほら、高電圧流れんじゃない、リチウム電池。それで回路が燃えちゃうっつうの。それが一番怖いんだよね。まあ、それ注意しながら、まあ、バラしてって、まあ、やれるとこまでやるようだね。はい、この四角く出っ張ってるのがなんとかスイッチ、プッシュスイッチだね。で構造的には2本のオンかオフしか働きないやつだからね。なんかこれね、うちも転がってたと思うんで、なんかね、スイッチが。でとりあえずね、このスイッチばらして中がどうなってんのかね、ちょっと見てみようと思って、まあ、ばらしていくんだけど、ちょっとそのばらすのがね、飛んじゃってっけど、はい、ポンといきますよ。スイッチの蓋みたいなやつをね、引っ掛けてあるだけなんです。それでね、それをね、カッターで引っ張かして、で、出てきたのが、これ今ちょっともうシリコン塗っちまったけどね、このね、シリコンでできたような、このあれ、山なりになってるやつが、破れてたね、ちぎれてた。だからそれもちぎれて、押したら押しっぱなしの状態。だからそのちぎれたとこシリコンで埋めてさ、シリコンで接着しちゃえと簡単にやったんだけどね。結局ダメなんだよ。まあ、一晩置いて押したらやっぱり押しっぱなしで戻ってこないんだよね。スイッチの機能しないんだよ。だからとりあえずはもうこれ今手前に置いてあるんでしょう。プッシュスイッチ、あれに交換しちゃおうと、もう引っ張かして。今ついてるね、壊れたスイッチをね、引っ張かすんだけどね。もう溶かして、プラチック溶かし落とすみたいなね。もう荒治療だね。で、注意しなきゃいけないのは、そのスイッチの隣にね、なんだっけ、チップコンデンサーだか、チップ抵抗だかついてて、それを取っちゃったらもうダメだね。あれ、1ミリ以下のさ、抵抗か、コンデンサーがついてっからさ、ゴミみてえなのがついてんじゃね、ルーペで見なきゃわかんないようなやつがね。それ注意しながらね、とにかく今ついてるやつね、引っ張がして、なんだっけ、無塩ハンダ鉛が入ってねえから、高温じゃないと溶けないんだよね。それやってると、プラスチックのが先に溶けちゃうんだよね。まあ、ここにね、プッシュスイッチがあったからね、運よくね。なんでこんなのがパーマ屋に起こってんだって、これがね、パーマ屋のマジックだよ。日曜大工やってゴミを捨てないとね、こういうのが残ってんだよ。いや、どっかにあったなと思ってね、探すのね、1時間ぐらい探したら出てきたよね。あとやっぱり目が悪いから暗いとダメだね。あとやっぱり、うまくつかねえから、こうやって予備判断しておいて。ほんで、あとはこの鈴の線にね、あれをくっつけて、まあなんとかスイッチをくっつけちゃえと。とりあえずね、鈴の線はくっついたんだけど、やっぱりハンダラが盛り上がってね、これがうまくくっつかねえんだ。だからこれ結局、この、落っこってたスイッチの角削って、ハンダが、の分逃げとかねえと、ちゃんとつかねえんだよね。もう、こういうの改造するときはためらわずに。
やっぱね、こういう精密機器はね、正規品買った方がいいね。並行輸入品買うとね、もうこういうことになっちゃうよ。とりあえずはね、まあ、結果が言うと治ったからいいようなもん。これさ、大変だよ。やっぱり並行輸入品買うと。やっぱり国内正規品買った方がいいね。まあ、とりあえずこの基板がなくても使えるには使えるんだよね。トリガースイッチがないとちょっと不便ぐらい、まあ、ちょっと不便ぐらいで、まあ、だったからどうってことないんだけどね。だけどね、これ普通の人だから買ってさ、修理できないで買って1ヶ月ぐらいでしょ？がっかりするよね、実際。で、本当に正規ディーラーに文句言っても正規ディーラーとしてはね、自分家で売ってないもんだからね。修理できないってのことになっちゃうからね。あれでも金出せばやってくれるのかな？やっぱり正規ディーラーだとね、やっぱりそこの中にね、利益取ってるからちゃんとね、修理代のね。ただ、並行輸入で違うとこで買ったやつに関してはね、利益取ってないわけだからね。でもね、確か2000円か3、2000円ぐらい安いぐらいかな？並行輸入でも。だから並行輸入は注意だね。オッケー。